中村霞は、日本の元女子プロ野球選手。京都府宇治市出身。宇治市立宇治中学校では、野球部に所属し、4番で投手だった。京都スバル高校時代は、2年の冬まで、北京部に所属し、副キャプテンを務める一方、女子公式野球クラブである大阪ブレスにも所属し、投手をやっていた。 2011年の日本女子プロ野球機構主催のトライアウトで合格し、同年12月23日のコンベンションにて、大阪ブレイビーハニーズへの入団が発表された。2013年から2015年まで、ウアストフローラ、京都フローラに、所属、2015年シーズン途中に、兵庫ディオーネに移籍、同シーズン後対談。AB ボスも走るしワスは、 スタ、今日の一枚。モローテー、中村霞二十27、44マスだ大阪ブレイビーハニーズオフィシャルブログパワードバイ。アメーバハットアサヒドットコム。高校野球、一緒に燃えた。夏休み京都大会京都大会第92回全国。高校野球選手権大会第3回。合同トライアウト合格者発表についてフローラ。アストライア。 リオネ6選手の遺跡について2015年6月30日、日本女子プロ野球リーグ。対談選手の、お知らせ2015年10月9日、日本女子プロ野球リーグ、速報、フローラ中村霞選手プロ入り初ホームラン。フローラ中村霞選手第1号ホームラン、女子プロ野球、2014年6月6日、7、31公式戦結果。 エース佐藤アの粘りの投球と中村霞の通算100安打で高期発勝利。日本女子プロ野球リーグ。2018年10月13日閲覧。2015年7月31日試合結果。日本女子プロ野球リーグ。2018年10月13日閲覧。ありがとうございます。